ワインは辻のでできている？ん？パラヒメネスのワインが羊のうんちでできているんじゃないかって？めー、なんかイメージ悪いな。でも考え方によってはそうかも。確かにブドウ畑の肥料として君たち羊のうんちを利用しているからね。めー、羊のうんちってブドウの生育にぴったりの肥料なんだよね。またミルクからチーズを作ったり、本当にワイナリーを支えてくれる大切な存在なんだ。自然に合わせて無理なく作る製法だから美味しいブドウもできちゃう。これがパラヒメネス流。え、どうした？ちょっとトイレはあっちでしてくださいね。めめ、いろいろ秘めてるパラヒメネス。